昼に生きるのか、そうでなければなぜ生きるわ。太陽の光で注意を引き、たちまち僕らの目をくらませて輝き。ではここでもう一人ゲストの方を紹介します。東京ナンバーワンソウルセットのビッケさんです。ラップの話、こんばんは。ラップの話みんな結構うまいから。もうなんだろう、ミッケコンテストですよ。僕たち嫌われてた仲間じゃないっけ。そういえば言えた、言えた。よくあの昔6年ぐらい、5、6年前とかで、あのそういうあのいろんなグループが一緒にライブイベントとかやるときに、うん、割とあのこう邪道な、なんだあいつらって、邪道なんだよあいつらって言われてたようなグループ名指しで、あの攻撃されたりとかして、うん、そうね。まあでもほらお互いね、そんな自分が一番面白いと思ってやってるじゃないですか。自分が一番かっこいいと思って、うん、だからね、お互い様なんですけどね、うん、あの割と攻撃されやすいタイプっていうかね。あ、そうだ。なんか男っぽくなかったりしてるから多分、うん、あ、そうか。見るからに卑怯とかね反則ばっかじゃんっていうね、うん、なんか笑いに逃げてとかね。逃げてはいない。